どうも柴です。だいぶ前にベルファイアハイブリッド EV だけでどれだけ走れるかっていうね動画を作ったんですけども、今回はですね EV モードでどこまで坂道登れんねんっていうね検証していきたいと思います。はい。で、今日挑戦するのはよくねスーパーとかのほら2階3階に上がっていくそのスロープって結構急じゃないですか。あそこをねモーターだけで行けるのかっていうのをねちょっと実験したいと思います。で、今日行くのはイオンです。はい。ということで検証したいと思います。で、今ねこのように電池がないのでちょっと電池を貯めて挑戦したいと思います。はい。ということでね今向かってるんですけども、ここからねだいたい約ね何キロぐらいやろ、3キロないかな、イオンまで。で、そこに行くまでにバッテリーをね、まあ普通に乗ってればねたまりますよ。2キロも走ればいいとこまで。だからまあぼちぼち行きたいと思います。うん。意外にねやってるようでやってなかったよね。まあけどこれから買う人はねやっぱモーターでどんだけ登るんっていうのはすごい気になるとこやと思うんですよ。やっぱりこれほら一応はモーターの力で四駆になるわけですよね。うん。だからモーターの力が強ければ強いほど雪道で発進がしやすい、そういうことなんで、だからイオンの坂を登れないっていうことはモーターだけで雪道でも厳しいということになるんですね。うん。まあ実際はエンジンの力があるんでもっと楽でしょうけど、やっぱりあれぐらいの坂はねいくらなんでも登ってくれないと困る。だからちょっと僕は今日はね誰もやってないんで検証します。ちなみにこのハイブリッドのユニット、僕の前期なんですけど、後期もね一緒なんでこれから後期買う人も参考になると思います。はい。ただまあ一つ心配なのはこの車2トン弱あるんでもうほんまにね重たいんですよ。だから坂道になったらね結構厳しい戦いになると思うんですよ、僕の予想では。で、実際雪道でねアシストするのは出だしの時だけ、まあ出てしまえばねなんとでもなるんで、とりあえずゼロ発進、これがね怖いと。で、ちなみに走ってる途中も空転を感じたらちゃんとモーターでアシストしてくれるらしい。うん。それはね雪が降らないんでねまだ検証できておりません。はい。てな感じでねすぐそこもうイオンなんで、そこまで来てようやくねメーターこれぐらい溜まりました。これぐらいあったらね EV モードで走れますので、今からね検証していきたいと思います。はい。ではね行きたいと思います。 EV モードここからねスタートしていきます。はい。入り口専用電池はね上が2メモリ空いてる、マックスではないけどいけるでしょう。ここねほらここはね結構急なんですよね、結構急。あ、一時停止からか、辛いな。行きます。うわきっつ。ああ、いけるよ。ほほほほ、なかなか厳しいものはあるけどいけるよ。あ、いける、登ってるよ。うわ、電池の減りが半端ない。マックスになってなかったっていうのはあるんだけど、電池の減りが半端ないですね。あ、やばい、あともう3メモリーになった電池の減り半端ね。まあ登れてます。はい。マックスからやったらいけるやろうな。これもう多分 EV 解除されますね、もうちょっとで。頂上まで行けるか。あ、解除されました。今解除されたけど手動で行きますね。手動で EV。 あ、無理だ、もう無理です。上までは行けなかった、上までは行けなかった。けど登れた。うん。
登れた。僕思ってたんですよね、前も。あのね、このハイブリッドシステム、まあまあね、コンセプトが違うんだろうけど、もうちょっと電池の容量がほんま欲しいんですよね、はっきり言って。そこなんですよね。例えば例えば峠道、まあ長い下り坂ね、そんなところに行った時に回生ブレーキでブレーキしていって、すぐに満タンになっちゃうんですよね。だもうエンジンかかっちゃうんですよね。まあエンジンブレーキ止まらんとあかんからあれなんですけど、それがすごい不満やったんですけど、やっぱりそこですよね。あとね、もう一つは電池がフル充電じゃなかったじゃないですか。今フル充電やったらもっとパワーあるんですよ。これやっぱり電池の特性上、この電池が減ってくるとパワーが出ないんですよね。同じ量踏んでもパワーが出ない。電池がマックスの時はね、ほんまに結構踏み込んでも結構ついてくるんですよ、モーターが。おーおお、結構走るやんみたいな、マックスむっちゃ走るやんってなるんですけど、一旦減ってくるとほんまにね、モーターが急に非力になるんですよね。やっぱそこがニッケル水素やったっけ、これ、ニッケル水素とリチウムの違いかな、ちょっと分かんないですけどね、専門的なことは。やっぱり不満点はね、電池の容量が少ない。ただまあ普通に乗る分にはね、この容量がベストって計算されて多分そうなんでしょうけど。はい、ということで今回の検証はですね、坂道 EV モードへ登れるかでした。はい、まあ結果ね、登れました。ただ僕がちょっと電池をねマックスに充電せえへんかったっていうのがね、大敗因なんかもしれないですけど、マックスに充電したらこの屋上までは経験上登れると思います。はい、ただね、マックスにしたいからって言ってマックスになるようなもんでもないんでね、夜とかやったら意識的にマックスとかにできますけど、こういう渋滞とかしてたらね、なかなかマックスにはならない。もうほんまに EV で走ってしまうからね、難しいところです。はい、まあけどこんだけ登れば、これだけモーターでアシストできれば雪道も問題ないのではないかと思います。はい、次はね、もっと急な坂あるんですよ。ここはね、そんなにレベル的にはね高くないと思うんですけど、次ね、ドンキホーテ住之江店っていうところがあるんですけど、そこのね坂が本気やばいぐらいね急なんですよ。ようこんなスロープ作ったな、バカじゃねえのって思うようなスロープなんで、そこでね次回挑戦してみたいと思います。はい、ということで本日の検証は EV モードで坂道どれだけ登れるのでした。次回に続くです。じゃあまた、バイバイ。